きチャンネル。ちょこんにちは。今日はですね、はい、プロ野球選手になった皆さんにお届けする、はい、プロ野球選手がやっちゃいけないこと、うん、やっちゃいけないこと、こう簡単にやっちゃうと後々困りますよっていう。わかった。なんですか。火遊び。なんですか火遊び。火遊び。だって最近ソロキャンプとか流行ってるから、火起こしして。そっち。そっち。ソロキャンプ流行ってるじゃないですか。グランピング行ってたじゃないですか。行ってました行ってました。だから花火とか大事じゃないですか。そっちの火遊びじゃないです。どの火遊びですか。いいじゃないですか。火遊びは身を滅ぼすって言って、やば、焼いちゃうから火事には注意してくださいよ皆さん。もういいです、そういうことじゃないけど、いいです。はい、ちゃんですか。どういうことですか。いやいや、いろいろね、そういうちょっとこう危険な遊びですよね。やっぱ山でね、ソロキャンプで火つけるとね、これからね、秋とかなってこう乾燥してきて、冬とか山火事があるんでね。あ、それも危険ですね。はい。なんですか。危険ですね。はい、火遊び危険ですね。いろんな火遊びがありますから。まずですね、はい、やっちゃいけないことはですね、はい、新人選手はね、うん、基本寮に入っていくんで、はい、まああれですけども、うん、家賃を簡単にどんどん上げるなんです。でも年収って分かるじゃないですか。月にいくら入ってくるかも分かるから、うんうん、その年払える家賃で考えちゃいそうですよね。でもよ、そんな簡単に引っ越さないでしょ。あ、引っ越しはそんなに多くはしないですね。だから、うん、年俸に乗じて上げたって、うん、年俸に乗じて下がってこないでしょ。そうですね。だからロッテには活躍したら橋を登る、はい、年俸下がっても下ってこないっていう持論があって、まあ本拠地はマリンじゃない、うん、活躍すると川を越えていくんだよ。やっぱ一番最初っていうのはまだ活躍してないから千葉とかね、はい、市川とかあと綾瀬の方とか行くんだけども、うん、活躍しだすとまず、ね、江戸川を渡るのよ千葉から、うん、江戸川を渡って都内に入ってくるんだけど、はい、それまでは浦安とかっていうところに住むんだけども、はい、そこから荒川とか渡ってきて、都内だとどの辺まで行くんですか。荒川渡って、はい、最後はレインボーブリッジ渡るよ。そっちまで行くんですか。行く行く行く、まず江戸川渡って、はい、で荒川渡って、うん、で最後レインボーブリッジ渡ると、はい、最高のこの家賃が上がっていくパターンになってくるんだけども、ね、うん、でもよ、はい、年俸が下がっても下ってくる人見たことないんだよ。いや確かに、一回贅沢味わったら落とせないですよね、うんうん、レインボーブリッジ渡った人がよ、はい、レインボーブリッジを下ってくること見たことない。もし下ってくるとしたら、うん、結婚気になる、うん、もっと広い家とかとかですとかっていうので下ってくるけども、うん、基本上がってきたら下らないのよ。ってなった時によ、一番自分のお金の中で無駄なのが家賃なんだ。だって家賃って戻ってこないし、ただただ払い続けない。そうそうそう、ちょっと食費とかね、はい、あと服買うとか交際費とかはちょっと、はい、使いすぎたから来月ちょっと抑えようって思うけど、ね、うん、家賃って抑えれないじゃん。来月ちょっと抑えようって言ってももうエンドレスじゃん、うん、はい、キャンプの2月とかいないのに、うん、だからそこ考えてあげていかないと、はい、もう引退後の貯蓄を考えると、うん、そこが貯蓄しきれなくて無駄にバンバンがなくなっていくんで、うん、無駄に家賃上げちゃダメなんだ。そうですね、そこはある程度ちょっと抑えた方がいいですね、うん、そうそうそう、うん、抑えていかないと、はい、そこが本当にね、引退後の自分の資産運用にもかなり影響してくるんです。そうですね、簡単に家賃上げちゃダメです。でもそれでハードルを上げて、よし来年家賃も上げたし絶対活躍してやるぞっていう、そのもう励みになる可能性もあります。自分のハードルを上げるというか、いい方向に行けばいいけどね。それでいい方向に行かなかったら勝ったら最悪よ。最悪ですね、うん、それだったら、うん、中に入っても外と同じ家賃で狭くするとかだったらいいよ。あ、それはありですね。そう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 、うんうん、本当だったらこっちだったら 2LDK だけど、はい、こっちで 1DK で同じ値段だけど狭くてもここ住みたいからだったらいいけど、はい、うん、家賃を広さと同じように家賃上げていくとも身を滅びます。あ、滅びます。そうですね、うん、で続いて、引退寸前になる前に、うん、家は買うなです。引退寸前になる前に家を買うな。引退するまで家買っちゃダメってことですか。ダメです。なんでですか。でも多くないですか、家買ってる選手、うん、だからダメです。結婚して家買ってダメです。なんでですか。引退間際になったらいいですよ、はい、それまではダメです。まあ、まず一つに、はい、引退しても、はい、その土地で一生暮らすんですよねっていう、うん、その覚悟があって買ってるんじゃないですか。でも仕事がなかったら暮らせない。そこで暮らすかどうかって最終的には仕事があってでしょ、うん、仕事があるところで暮らすからそこで住むんだよね、はい、だからそこで引退後もずっと仕事があるようなことが理解できてるんですかっていう。もう一つが、クビって言われてもう引退するんですよねっていう、トライアウト受けて他の球団行ったりしないですかっていう。だってもし福岡でやってて福岡に家買いました、うん、引退してまだやりたいって、OK、うちに来てくれ、うん、仙台楽天行きました、はい、で終わってからコーチやってくれ楽天います、うん、エンドレス単身赴任。単身赴任の
方多いですよね。だきつくね、子供とか知らないうちの大人で、はい、旦那はね元気で留守がいいかも分かんないけども、はい、家庭ほぼいないのよ。大丈夫、家は売ればいいです、売りましょうって言うじゃん、はい、そんな簡単に売れないよ。そんな売れないんですか。いやすぐ売れりゃいいよ。で分かった、買うとしたら、うん、もう 100% 売れるようなところに買わないとダメですね、うん、そうなると高いじゃんね。そんな簡単に買えるんですかっていう、いいところじゃないと売れないですね、うん、でもう一つが早めに買っちゃうと、うん、その後の現役の長さによって変わるんだけど、はい、適正額を変えないのよ。引退後に買うと、引退後どれぐらい自分に生活費お金がいるか、うん、ってなってくると、どこまでの予算を使って家建てていいかが分かんのよ、確実に、うん、でそうなると適正に合った家を買えるのよ、はい、でも早めに買うと、うん、本当はもっといい家買えたのにそこになっちゃった、はい、逆にいいやつ買いすぎて、うん、今後の維持費が困る、固定資産税もかかるからね、うんうん、保険とか、はい、っていう適正額を買えない可能性あるのよ。あ、じゃあ佐藤さんはいつ買ったんですか。俺引退する年に家が完成しました。へえ、食べてですね。そう、俺はこの考えに基づいてね、はい、だからもう自分の持ってる資産の中でどれぐらいの額を家に突っ込んでいいかがもう理解できてるから、はい、その予算の中で家を建てるとこを探して上物を建てるから、だからもう適正。そうですね。だからそれ以上のものはもう絶対建てれなかったし、はい、それ以下にすることはできるけども、うん、それ以上のものっていう多くの予算をつぎ込むことなかったから、その家を維持するためにかかるお金っていうのも、まあ今後払っていけるだろうなっていうのも込みですね。そう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 、だからもう俺は一生仕事しなくても生きていけるような資産を残してで使える額だから、はい、ああ、それはもう余裕、ゆとりですね。そうそうそう、うん、それってなるじゃん。でもこれが引退より前だとそれが重荷になる可能性もあるし、もしくはもっと広いところ変えたのにっていうのもあるし、うん、はい、でみんな簡単に売ればいいじゃんっていうのがあるけど、売れなかったらエンドレスそこのダブル固定資産で払っていかなきゃいけないから ね、 そうですね。ってなった時に引退後の予算が余ってたら困ることないね、はい、でもきつかったら保持するのもきつくなってくるから、うん、だからきついよと。あとトレードとか、あとは引退後違うとこ拾ってもらって、うん、でそこでコーチになったとか、うん、そこで裏方さんになったってなってくると、うん、もうエンドレス単身赴任だし、どうする二重生活みたいな、うん、ただ二重に給料いるわけじゃん、うん、ただお金もきついよね。そうですね、だって家の維持費も払いつつ単身赴任で家賃も払ってってなきゃいけないし、うん、で二重生活しなきゃいけないし、はい、で子供はそこ家買ってなかったら、うん、一家で引っ越しも行けたけど、うん、家があるために一家で引っ越せない。高知の方とかで単身赴任してる方多いですよね。めちゃくちゃ多いよ。多いですね、俺は今思うけど、うん、いやそれで子供の成長とか見れなかったりいけないんでしょ、その行事とか。いやいやそれは嫌やなと思う俺。あ、でもそういう方多いですからね。でもまあ仕事しなきゃいけないから、うん、多いでるも仕方ないじゃん、ね、まあ、そうです、仕事ですから、うん、でもそういうような環境を作らないためにも買わない方がいいよっていうまあそうですね、うん、家賃って戻ってくるものじゃないじゃないですか、うんうん、でもし払い続けるんだったら家を分割で買ってローン払っちゃった方がいずれ売れたら戻ってくるって思う方もいるかもしれないですよね。あと仕事なかったら移住しなきゃいけないんだよ。そうですね、地元に帰るとか。だからその仕事もありますかって言って、引退を、ね、東京で家バーン建てました、うん、おーっつって、うん、いや仕事全くないんですけどどうしましょうみたいな、うん、いやきついと思うで計算して考えたんですね。そうそう、だから引退間際の方がイメージつくじゃん、引退後の、はい、だから俺は引退間際に買った方がいいんちゃうかって思う、うん、あと貯金大事ですね、うん、で続いてが人に金を貸すなです。おー、まあでも野球選手なんか貸したり多そうじゃないですか。いや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 、貸しても返ってこないって。それはもう仲いいと思って貸すけど結局裏切られて帰ってこないとかも聞くからね。友達とか同じプロ野球仲間とか、うん、引退後困ってるからちょっと金貸してくれへんかって、はい、貸してで帰ってこなくて、うん、揉めるっていうパターンも聞くから。でも本当に今お金がなくて借りてるわけじゃないですか、うん、返せる目処って分かんないですもんね。何年先なのって話ですよね。うん、博打に近いよね。だから俺はもう貸さない方がいいと思う。俺借りるのも嫌だもん。俺1回だけしか借りたことない。あるんですか。財布を福岡から帰ってくるときに、はい、次の日休みだったのね、うん、日曜日で、はい、で荷物とか荷物出しするじゃん、はい、財布を野球のバッグに入れたまま荷物出ししちゃって、うん、財布がないことに気づいて、うん、羽田までは着くけど、はい、家に帰れないっていうで次の日休みなのに休み過ごせないから、その時小林正秀さんに3万円借りて、はい、で火曜日グランド行って、うん、そこ返したからね、うん、気持ち悪いから。いや、その貸す借りるとちょっと違いますよね。そう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 、使う何万とかじゃなくて、うんうんうん、本当に財産資産がないから借りる人たちじゃないですか、うんうん、それってそれはちょっと厳しいですね、うん、あとね、うん、ギャンブルに行った先で金貸すと必ず揉めます。ギャンブルに行った先パチンコ行きました、はい、手持ちなくなりました、うん、いやもうすぐ出るからちょっとあと2万ぐらい貸してくれ、うんうん、それが毎回積もりに積もって10万20万30万になっていくのよ。だからギャンブルに行った先で金貸すなっていう。
でも仲いい友達にちょっと今日1万貸してくんないって言われたらどうやって断るんですか。いや無理っちって、俺はもうお金の貸し借りしちゃダメって家訓でそうなってるから貸せないって家訓で。いやだ絶対そうなるのよ、タバコ1本くれと一緒なんだから。もうこれを貸してくれっていう人は必ず言うから。で負けてるわけじゃん、貸閉してたらちょっと給料きついからっていう、なるわけよ。1万2万の貸し借りも積もり積もったら何十万円になるのよ。それで俺揉めてるやつ知ってるもん、ね、実例として。それも貸した方も1万2万とかだったら全部でいくらなのかって分かんなくなるし。で俺はね、ちょ、袴さんちょこの前あのパチンコで貸して2万円返しよって言えないじゃん、ね、なかなか。で言われるのよ、あちょっと今手持ちないからまた今度給料入ったら返すわ、はい、でそんなやつは給料入ってまたパチンコ行くからね。で行ったらちょっと今ないから ATM 行って下ろしてくるから貸してみたいな。で私も借りたままってずっと気持ち悪くないですか。でもそう借りる人って気持ち悪くないから借りれるんじゃん。あそれが平気な方なんですね。そうそうそう、だから絶対貸しちゃダメ。でも確かに借り慣れてる人ってそれに違和感というかそれがないのよ。ほんでそのまま一番怖いのが急に知らない間に占領外になるんだよ。来年もいると思ったら、もう逃げられますよ。もう帰ってこないですね。帰ってこない、会うことないからね、俺だってもう占領外になった後輩も先輩もいるけど、そっから一回も会ったことない人の方が 90% ぐらいなんだろ。特にロッテは野球界に残らないから、はい、まあ、引退してもしかしたら一発逆転なんか会社作って大富豪になってあの時ありがとうって10倍になって帰ってくるかもしれないですよ。聞いたことあるなるかもしれないじゃないですかドラマの世界とかではありますよいやいやその可能性にかけるぐらいだったら勝たない方がいいです。お金の貸し借りは揉めますからね、続いてが儲け話に気をつけろ。そんな儲け話なんてあります。あるある、金持ってんのみんな知ってんだから。投資しませんかとか、こういうのシステムありますけどとか、こういうのありますけど、それは詐欺とかではなく普通の儲け話ですか。詐欺とかもあるかもかんないね。俺は引っかかったことないからあれだけど、あるかもわかんない儲け話。それはもういろいろ来るから気をつけろ。来なかったですかアナウンサーなんて。なんかいろんな別にアナウンサーはお金持ちじゃないんで。いやなんかこうこういうのをやってくださいよとか。ああ別に最近あるじゃないですかステマみたいなやつとか。あーステマか。俺もだから、はい、あるのよ。あ今度食事うちの店招待しますよみたいな、はい、あそれはめちゃくちゃありますね。あのインスタとかの DM にこれを PR してくれませんかとか、無料で招待しますと、いっぱいするのが来ますね。俺はだからもうただのものは行かないって決めてるの、危険ですね。で言ってくれたら送りますのにって言えや、買った方が紹介しやすいんやっていう、その自分 で、 そうです、ね、で美味しいと思ったのは紹介すればいいし、別にあんまりだとも紹介しないし、自分の判断できるけど、何、はい、かをやってもらったら無条件で何かをしなきゃいけなくなるから、何か返さないといけなくなっちゃったり、そうそうそうなったらね、そのステマ報道みたいなね、はい、感じもなるし、だからそういうのは危ないですよ。いや私もそういうのは基本的にもう全部流します。だからそういうのあるのよ。そうですね、そういうちょっとしたこと、今の SNS だからね、ちょっとしたことから、なんかこれやったら投資話とか、こういうのでこう儲けられますよとか、はい、こういうのありますよとかっていうのが、もう本当にあるのよ。気をつけて、もう気をつけてとしか言いようがない。そうですね、それはちゃんと吟味して俺は大丈夫なのかとか、いろいろ吟味して選ぶとか、そうそうそう、まあ大丈夫なやつもあるけど、気をつけてとしか言いようがない、そうですね気をつけるしかないですね、あるからね、お金持ってるって知ってるからね、引っかからないように、そうそう、はい、まあ、そういったところね、プロ野球選手になってからもね、プロ野球今なった選手、はい、もしくはもうなってる人もね、気をつけた方がいいですし、あと、これをご覧のね、社会の皆さんも、こういうのもあるからね、プロ野球選手じゃなくても、あるある、家賃とか、そういうのもあるからね、皆さんもね、エンジョイライフを送るために気をつけてください。はい。